モハーメドラビューは、ガーナ・アクラ出身のプロサッカー選手。元、サッカーガーナ代表。ポジションは MF。リバティプロフェッショナルズ FC で育成された。海外移籍が可能となる2008年1月31日に、ジムナスティック・タラゴナに移籍。5月18日のセビージャ・アトレティコ戦で、移籍後初出場を果たしたが、半年で退団し、ヘレス CD に加入した。 2009年8月7日、リバティからレンタルで UC サンプドリアに移籍、ユースチームでプレーした。シーズン終了後、今度はウディネーゼ・カルチョに移籍。2010年8月4日、レンタルでエビアントノン、ガイアール FC に加入。10月17日に加入後初出場を果たすと、シーズン終了までに10試合に出場した。 2011年6月28日、エビアンに完全移籍し5年契約を結んだ。2013年8月22日、f c バンクラスのダールに260万ユーロで移籍。2016年8月16日、FC アンジマ8からに移籍。2016-17シーズン前半は負傷のため、全く出場機会がなく、12月30日に登録を抹消されてしまった。 2017年2月6日、FC ディナモモスクワがトライアウトに招待する意向を示したが、負傷が長引いていることもあり結局トライアウトは実現しなかった。登録期限の2017年2月24日になっても再登録は行われず、2016から17シーズンを丸々棒に振った。負傷から回復した後、2018年7月23日に、 FC アンジマ8からと再契約した。2019年2月23日、クリリア・ソベトフ・フサマーラに移籍した。ユースレベルでは、U-20 代表の一員として、アフリカユース選手権予選に参加した。2008年、母国開催のアフリカネーションズカップ2008、暫定リストで代表初招集を受けたが、最終リストからは外れた。ありがとうございます。